岩手純情紙芝居第4話岩手牛岩手純情紙。みんな焼肉は大好きかな。焼肉ってとっても美味しくって、おいらも大好き。さらに家族や友達と焼肉をするととっても楽しいよね。ここ岩手は全国でも有名な畜産県。豊かな大自然の中で子牛の時から一頭一頭畜産農家の大切な思いと愛情を注いで育った岩手牛はとても美味しいと高く評価されているんだよ。真夏の猛暑や寒い冬の風や雪など岩手の厳しい自然の中で育まれ畜産農家の深い愛情で育った岩手純情豚も同じく美味しいよ。畜産農家では豚の健康を一番に考え、ビタミンやミネラル豊富な餌を食べさせることで美味しさを追求するこだわりを持って育てているんだ。お肉大好きな君たちの健康も考え、畜産農家の皆さんが一生懸命届ける岩手牛や岩手純情豚。美味しいお肉はパワーの源。しっかり食べて毎日を元気に過ごそうね。